黒島亀と、黒島亀と、黒島亀と、1893年、明治26年10月10日から1965年、昭和40年10月20日は、日本の海軍軍人、海兵44期卒業。最終階級は、海軍少将。1893年、明治26年10月10日、広島県秋郡玄倉市。 吉浦町で石膏の亀太郎の息子として生まれる。亀戸が3歳の時、ジップは出稼ぎに行ったロシアで休止し、実母ツミネは離縁されて実家に帰った。亀戸はしく、鍛冶屋の叔父、黒島茂雄の養子となる。小学校を卒業後は、呉市の海上中学の夜幹部に通っていたが、広島市の私立、明道中学の4年に編入した。昼は、養父の仕事を手伝い、 夜は学校に通った。勤勉で頭も良かったが、風変わりと陰口も叩かれていた。両父母は黒島が医者になることを希望したが、亀とは一生管理として生活できる軍人になるために、海軍兵学校の受験を選んだ。1913年、大正2年9月3日、海軍兵学校44期に100人中60番の成績で入学。海兵時代は、全。 宗教、哲学に熱中していた。1916年、大正5年11月22日、95名中34番の成績で卒業、小移行補正。練習艦隊、常磐に乗り組み、近海航海に出発し、1917年、大正6年3月3日に帰着。4月5日、練習艦隊で遠洋航海に出発し、 8月17日に帰着。戦艦、山城乗組。12月、商位任官。1918年、大正7年7月2日、亀戸が大切にしていた、養母津が、長地府で死去。亀戸は上官である、山城から病院に急行、面会禁止の規制を無視して、看病を行っていた。11月9日、総工巡洋艦、役母乗組。 1919年、大正8年12月1日、注意進級し、海軍水雷学校普通科学生拝命。1920年、大正9年5月31日、海軍法術学校普通科学生。1921年、大正10年12月1日、巡洋戦艦、金剛分隊長心得。1922年、大正11年12月、 大尉進級し、海軍法術学校高等科学生。1923年、大正12年12月1日、卒業し、駆逐艦、波風乗り組1925年、大正14年7月、広島市最上町の旅館、大正館の長女、森松野と結婚。12月1日、法術学校教官。1926年、 大正15年12月1日、海軍大学校、講師26期に入校し、1928年、昭和3年12月に卒業。海軍少佐。第二県外艦第3号。1929年、昭和4年11月30日、戦艦、道の区副砲術長。鉄砲屋としてのコースを歩む。1930年、 昭和5年12月1日、佐世保海兵団分隊長。1931年、昭和6年11月2日、重巡洋艦、羽黒宝術長。洋行型重巡洋艦の手法命中立工場に成功する。1932年、昭和7年11月15日、重巡洋艦、あたご宝術長。1933年、 昭和8年11月15日、海軍省軍務局一課局員。県海軍技術会議議員。1934年、昭和9年11月15日、中佐。1937年、昭和12年3月10日、第4戦隊出席参謀として、従順洋艦、足柄上艦。5月、イギリスで行われた、ジョージ六世大艦記念艦艦式に参加する。 その基とである5月25日から31日、ドイツのキール軍港に停泊、総統艦邸を訪問して、アードレル三島勲章を受領した。7月15日、軍令部出資。7月28日、第9戦隊参謀。11月20日、第2艦隊主席参謀。1938年、昭和13年11月15日、大佐。 12月20日、海外共感。戦略の講義内容は、太平洋戦争初期の作戦についてであった。1939年、昭和14年10月20日、連合艦隊主席、千人参謀。県第一艦隊主席参謀。1941年、昭和16年8月11日面検。周囲は、千人参謀に引っ掛け、変人参謀。 千人参謀と呼んだ。また、要望から、ガンジー、あるいは秋山正幸、日露戦争で活躍した基人の参謀の再来と、評する者も,もいた。GHQ 選手室長、ゴードン・ウィリアム・プランゲは、黒島を、精力的な施策家、山本の牧羊犬と評した。黒島は、特等で年より老けて見えたため、連合艦隊司令長官山本56大将と、同祝したとき、 旅館の女中が山本より救済都市下の黒島を長官と思い込み対応したこともあった。連合艦隊司令長官の山本五十六は他の参謀とは違う観点から意見を述べる黒島を徴用して戦死するまでの4年間手元に置いていた。山本は黒島は人の考えが及ばぬところ気づかぬところに着眼して深く研究する。 奇想天外なところもあるしかも、それを直現してはばからない美点がある。こういう人がいなければ、天下の大事なせぬ。だから手放さないと語っている。また、山本は、参謀長のうがきまといを遠ざけており、参謀長を経由せず、主席参謀の黒島に指示を出したことで、連合艦隊司令部は、黒島と、専務参謀の渡辺安次中佐が、影響力を持つことになった。 1941年、昭和15年、山本は、第11航空艦隊参謀長、大西田次郎に、新珠湾作戦の航空攻撃案の作成を国費に依頼して、原案を作成。山本はそれを、黒島ら自分の幕僚に提示して、さらに検討せた。黒島は、全体の制案をおねるため、すっぱだかで、機関、長との自室にこもり、層を練り始めると、 時間も忘れ、ヘビースモーカーの黒島はひたすらタバコを吸いながら、食事も取らず風呂にも入らず没頭した。1941年、昭和16年10月19日、黒島ら参謀は、軍令部に、新珠湾攻撃決行の同意を取り付けのために派遣され、山本長官は、ハワイ作戦を食を落としても断行すると主張しておられる。もし、この案が入れられなければ、 広告の防衛に対し責任が持てないと伝えよと言われた。長官はその職を辞するほかない。我々、全幕僚も同様であると切り出し説得に成功した。12月8日、真珠湾攻撃に成功。連合艦隊司令部では、黒島ら幕僚が山本二第一航空艦隊に、さらなる反復攻撃の命令をすべきと意見鬱信したが、山本長官は、なぐもはやらんだろう。 機動体式館、南雲に任せようと言い、参謀長、宇垣きまといも今から加齢しても、時期を失始攻撃が翌朝になると反対した。第一航空艦隊長官、南雲忠和も、さらなる攻撃は行わなかった。九百四十二年、昭和十七年三月、連合艦隊作戦参謀、三話義勇大佐から第四艦隊を航空艦隊に、する回想案が提出されたが、 それを受けた黒島は却下した。3話は日記に、黒島は天才、自分はその潤滑油のようになろうと残している。4月1日、連合艦隊司令部では、黒島と渡辺安次参謀を中心に、山本の望む範イ攻略を睨んだ、ミッドウェイ島攻略作戦が独自に作成され、早く認めさせるため大本営の望む FS 作戦を組み入れてまとめられた。 連戦連勝のおごりから成功前提にスケジュールが組まれ適勢力を事前に調べることもしなかった。また航空関係者が不在のまま立案が進められた。FS 作戦を進めたい。軍令部作戦下はこれに反対したが渡辺が協議し FS 作戦に修正を加えて合意した。5月6日から8日に行われた35回回戦では井上なるみが指揮する。 第5航空戦隊、空母昇格、随格が主力となって戦った。アメリカは損害を受けて撤退し始めるが、日本艦隊も多数の航空機と搭乗員を失い、燃料不足もあって、追撃を中止して北上した。戦線後方の黒島ら連合艦隊司令部は、第4艦隊は敗戦思想に陥っているとして、参謀長の名で追撃流用連合艦隊参謀長。 うがきまといに迫った。黒島らの立案したミッドウェイ作戦は十余りに分けられた艦隊、戦団が別の場所から異なった時間にミッドウェイ島を目指すという精緻かつ複雑な作戦であった。しかし、ミッドウェイ上陸の日を1942年、昭和17年6月7日下限の月の日たちの午前0時と固定したため作戦の柔軟性を失った。 黒島と渡辺は事前に制空権を獲得するためミッドウェイ基地を攻撃する実行部隊である第一航空艦隊の長官、南雲忠和と参謀長、草加隆之介に批判的であった。そのため山本五十六に南雲の交代を要望したが聞き入れられなかった。また第一航空艦隊には敵機動部隊撃滅も命令しており、山本は 攻撃隊の半数を待機させるように南雲に指示した。しかし、黒島は命令として書き込む必要はないとしたため、命令には加えられなかった。実行部隊からは準備が間に合わないと反対の声が大きかった。黒島は研究会で第一航空艦隊航空参謀、源田ミノルから兵力を集中できるようになるまで待ち、アメリカ艦隊撃滅に重点を置くべきと、 反対された。しかし、黒島は、連合艦隊長官は一度決めた方針に邪魔が入る、ことを望まれない。機動部隊の使用任務は、ミッドウェイ攻略支援だと答えた。ミッドウェイ作戦は、真珠湾に、米機動部隊が在白していることを前提としていた。そのため、連合艦隊は、真珠湾の動静確認が重要であると考え、知的手段として、 潜水艦紹戒配備と二式飛行艇での敵上偵察を行う計作戦を計画したが失敗した。この報告を受けた連合艦隊は計画が崩れたことになんだ対策を取らなかった。戦後、黒島は海軍の常識から言えばこの場合の三回戦構成は正方で三回体系を改正した後、投進して所定配備に潜水艦をつけるべきである。 ところが、私の敵上判断の間違いなどから、あんな配備の付き方を計画してしまった。その上、連合艦隊の指導が変わらず、潜水艦の準備が遅れてしまった。また、根治作戦は、連合艦隊の主兵力を使って行う作戦で、あるから、潜水部隊は、連合艦隊の全兵力を集中すべきであったと語っている。計作戦の失敗によって、日本は、完全に、 敵機動部隊の知的手段を失ったが、黒島は我が機動部隊は無敵で敵を圧倒できると信じていたので、このため特別な処置は考えなかったとい。真珠湾にいるはずである敵機動部隊の動向の情報を第一、航空艦隊から気を意せず知らせてほしいと出撃前に頼まれ、作戦の転換は連合艦隊から知らせることになっていたが、連合艦隊司令部は 敵機動部隊が真珠湾を出たらしいことを察知したにもかかわらず、第一航空艦隊へ伝えることを怠った。連合艦隊は5月中旬から敵通信が増加したことに気に留めなかった。6月3日までに入手した情報から、我が同性定地し活発に動いている。警戒すべきも好ましいと考えていた。6月4日頃には敵機動部隊が存在する兆候をつかみ、 山本は、グモ艦隊に知らせるかと爆僚に相談したが、黒島参謀は攻撃隊の半数を迎撃に備えているはず、向こうも兆候を掴んでいるだろうし、無線風刺のためやめておくべきという進言で、第一航空艦隊へは伝わらなかった。第一航空艦隊はそれを受けておらず、黒島は戦後自分のミスであったと反省している。また、連合艦隊は、 全部隊へ東京からの甘い状況判断を流し続けたままであった。そのため、第一航空艦隊は周囲に敵機動部隊はいないものとして行動しており、攻略のための攻撃が不十分と知ると待機を指示された攻撃隊を使用した。ミッドウェー海戦において日本軍はミッドウェー島攻撃中に敵機動部隊から攻撃を受け、 第一航空艦隊の主力空母四隻多を喪失する大敗北を喫する。第一航空艦隊が米軍艦載機の奇襲で壊滅すると、黒島ら連合艦隊司令部はパニックに陥り、それまで山本や黒島から無視されていた参謀長、うがきまといが事態を収集した。黒島は空母赤木が炎上しつつ沈んでいないことを知ると、米軍が露革して、 ワシントン DC で展示されることを恐れる一方で、と言って、陛下の五感を魚雷で沈めるのは、私にはできませんと混乱した。結局、山本が決断し、赤木は、随伴駆逐艦の魚雷で、自沈処理された。翌日の昼に、ミッドウェイ島を砲撃する案を渡辺が作り、黒島はそれに同意して提出したが、山本はそれを却下した。黒島によれば、敗退後、 戦艦、ヤマトに報告に来た、ナグモ艦隊のメンバーが下手なことを言おうものなら、環境でぶった切ってやるような気持ちで限定から上がってくる彼らを睨んでいたが、即時待機していた半数の飛行機はどうしたという、黒島の問いに、彼らはただ、すみませんでしたと謝るばかりで、連合艦隊の作戦計画や指導に触れなかったという。1942年。 昭和17年11月、第三次ソロモン海戦で、宇垣がガダルカナル島飛行場砲撃に向かう、日本軍停戦艦隊と米艦隊が遭遇することを危惧すると、黒島は夜になったらいつも通り米軍は逃げると主張して、作戦を発動した。その結果待ち構えていた、米艦隊と夜間艦隊戦となり、戦艦、比例、第11戦隊機関が、 火事の故障を聞こえてしまう。比叡を敵に捕獲されることを恐れ、第11戦隊司令官、安倍高貴中将は処分許可を山本に求めた。その自陳処分をめぐって処分すべきとする山本に同意したうがきに対し、比叡がいている限り輸送船団に対する攻撃を吸収する可能性があると、黒島は反論し、最終的に山本は処分待てと命令した。 1943年、昭和18年4月初旬、山本は美合作戦のためラバウルに行った。その際、第三艦隊長官、小沢寺三郎に、黒島に代わる人材の推挙を依頼していた。4月、山本の蒸気が撃墜され、山本は死亡した、海軍港事件。黒島はたまたま腹を下して乗り合わせなかった。小沢寺三郎は、 山本の視察計画に不安を感じ、護衛の霊式艦上戦闘機を増やすよう黒島に伝えているが、結局護衛は6機しか配備されていなかった。6月20日、軍令部出資、1943年、昭和17年7月19日、軍令部第二部部長に就任。黒島の軍令部第二部長就任が、海軍特攻の採用に決定的な意義を持つことに、 なったと見るものは多い。黒島は、連合艦隊主席参謀の頃から、すでに同僚や軍令部の爆僚に爆走した、モーターボートによる体当たり攻撃、後の特攻兵器、信用の構想を語っていた。1943年8月6日、軍備交差部会議の席で、黒島は突飛氷ー害の方策、必死必殺の戦を行う必要があるとし、その一例として、 戦闘機による衝突撃、航空特攻の戦法を挙げた。また、8月11日の戦備交差部会議では、第三弾作戦に応ずる戦備方針として、必死必殺戦法と、相まつ、腐敗戦備の確立を主張する。水陸両用戦車、特4式内過程を使用して、潜水艦防止網を超えるために上陸した後、再び潜水して白地にある。 米艦隊を攻撃する、竜巻作戦を、押す作戦、あご作戦で計画したが、実現しなかった。海軍省軍務局局員、基地、松田守中佐によれば、ゲゼリン来航直後の朝6時半ごろ、黒島亀と軍令部、第二部長に呼び出され、大発に魚雷を積んで、リーフを越えて攻撃する案を突然言われた。黒島部長の構想は、潜水艦救隻に、 各2隻ずつ積み奇襲作戦を実施するもので、4隻、試作し、公表的の搭乗員を重刀し、情け島に、旧基地を作り訓練を開始したという。軍令部潜水艦担当作戦会員の藤森は、このような構想は、ガトー撤退の直後から、従来の成功法に対しもっと奇襲作戦を考えようというのが出発で、防戦網を乗り越えて攻撃できないかと考えていた。 18年末頃、クレ交渉の公案を知り解く4式内課程の実験を行い一応の成果を得たという。クレ海軍交渉造船実験部に勤務中の堀、元見記述少佐は、ガダルカナル島輸送作戦の戦訓から輸送用の水陸両用戦車を考案していた。これらの階層から解く4式内課程は、藤森の破荘をマーシャル在白の米機動部隊攻撃のために、 黒島が取り上げ実験するに至ったものと推測されている。1944年昭和19年2月15日県内4部長8月19日面検。4月4日、黒島は作戦上急速実現を要望する兵力と題する特攻兵器を含む隠し提案を行った。内容は飛行機像翼民間の佐藤五郎公案。 航続力増加で戦力4倍を見込むとするもの、体当たり戦闘機、小型潜水艇、水中での戦闘機、極地防備用化船艇、高標的兵型、装甲爆破艇、信用、自走爆雷艇、1名速力50節航続4万メートルの大力魚雷、回転であり、軍令部で検討後、水中兵器の各種緊急実験を海軍省に要望し、管制本部は、 特攻兵器の特殊緊急実験を開始した。これを受けた作戦部の部長、中澤優勝賞は、マリアナ疾患後の新情勢に対処すには、戦利上在来兵器では尋常の勝負ができないので、特殊兵器の採用となった。新兵器は、軍令部二部長のイニシアティブで採用となったもので、作戦部が作戦上から要求したものではなかった。第二部長は、 戦備の検知から特殊兵器を研究していたが、同兵器の整備には熱心で、専門的に研究していたように記憶する。作戦部は、部長以下一般に特殊兵器の採用には、冷淡であった、第二部長が特攻部長、大森千太郎と連絡して推進していたと、証言している。8月、大田昭一発案の、王家が海軍省航空本部より持ち込まれると、 黒島はそれも承認して研究が開始された。1945年には、人間嫌い、副領も、黒島の発案で開発が始まった。1945年、昭和20年5月27日、軍令部出資権部員、11月20日予備役。黒島は、終戦時に、うがきまといの日記、戦争録の一部を勝手に処分している。戦争録は、 1941年、昭和16年から1945年、昭和20年まで、うがきによって、ほぼ毎日書かれた、太平洋戦争当時連合艦隊の当事者の、心の推察や、作戦の内幕を知る上で貴重な資料である。しかし、1942年、昭和17年11月から1943年、昭和18年2月頃までの日記は欠落している。 黒島は極東国際軍事裁判の承認として出廷するために借りたいと遺族から受け取り街頭部分の未電車に置き忘れたとしているが黒島は裁判に出廷していなかったまた軍令部からも重要書類を借り受けて紛失させている連合艦隊通信参謀一木崎周丸からも連合艦隊伝令作綴りを受け取り焼却処分している何らかの保身のため 黒島にとって、都合の悪い部分が書いてある箇所を処分したのではないのかと指摘されている。戦後は、公職追放となり、顕微鏡を扱う、白川商事の常務となる。黒島は、山本56の未亡人、山本玲子の厳しい生活を聞き、副社長の座を提供することで、援助の手を差し伸べた。その後、 麹町の広大な旧鍋島公爵庭に住み哲学、宗教の研究に没頭した。旧友が訪ねてくると今、俺は宇宙、人間、生命の研究をしているのだ。最近ついに、例の研究をして悟ったよと言って、煙に巻いた。居候していた木村邸には膨大な研究ノートが残されている。1965年、昭和40年、肺がんのため没。 去年72、その遺言は、南の島に飛行機が行くであった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。